今回のね、一番の特徴っていうのは、まず、音の鳴らし方が違うんですけども、鳴らし方としては長押しです。長押しをずっとしてもらうと、こう、よくあるこういう音ですね。困ってます音っていうのが、ちょっとメロディー化をしたという先ほど鳴らしたこの音です。5秒間になったらもう自然に、鳴らなくなるというような形で、2つのタイプの音が鳴るような、今回は開発をしました。やはり防犯ブザーとしてとっさに押したりとかですね、押しやすさをやはり重視しておりますので、今回は非常に開口部を大きくして音も遮らないものにしております。スカートに合わせた同じピンク系の色目のカスケルを合わせています。